1955年に行われたマーク90核爆雷の試験、ビグワム作戦核爆雷は核弾頭を使用した爆雷である。核兵器の一種であり、対戦兵器として先行中の潜水艦攻撃に用いる。通常爆薬を使用した爆雷よりも、はるかに威力が大きく、至近距離の炸裂でなくとも潜水艦にダメージを与えることができる。 詳細な敵潜水艦位置の測定や精密な誘導を必要としないという特徴を持つ。核爆弾の実用化とともに、核爆雷も実用化の研究が進められ、1950年代には実用化が行われた。核出力は可変であり、炸裂深度も目的、目標に応じ変更させることができた。核爆雷の運搬手段としては、対戦小回機からの投下のほか、 対戦ミサイルの弾頭部として用いられた。爆発威力が大きすぎるために、巻き添え防止のため、艦船から直下への投下は行われない。また、初弾で敵艦を撃破できなかった場合、爆発による海水上乱が大きすぎ、最短地が非常に困難という端緒を有している。アメリカ合衆国、イギリスソ連で核爆雷の配備が行われたが、 誘導魚雷の発達や核兵器の使用可能性の問題により退役した。戦術核兵器とは何だったのか。野木慶一軍事研究2010年10月号。ありがとうございます。